いよいよ2024年の大河ドラマ光る君への第1話が放送されました。主人公は紫式部、時代は平安時代中期ということで、一般的にはあまり馴染みのない時代だと思います。前提知識を解説してほしい、どこまでがドラマのオリジナルでどこからがシリーズかわからない、そんな感想をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今年の日本史サロンは、日曜日のドラマ終了後、どこよりも早くドラマで描かれた内容の解説や今後のストーリーの前提知識を紹介する予定です。初回の今回は、本当は紫式部の父と道長の父は敵対していた、紫式部の母を藤原の道兼による殺害と描いた意図など、第1話約束の月をより深く簡潔に分かりやすく掘り下げていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。最初は紫式部、ドラマ名真宙の父、藤原のため時について解説しましょう。紫式部一家は屋根の雨漏りも直せないほど貧乏な家だったことが描かれましたが、その理由などを解説したいと思います。紫式部の父為時は漢文や歴史などを学んだ学者でした。ちなみに為時の師匠は学問の神様として有名な菅原道真の孫だったといいます。学者としては為時は優秀でしたが、なかなか出世できずに苦労していました。以前の動画光る君へ1年分を15分で解説や、光る君へ序章主要人物紹介でも解説した通り、為時は先祖をたどれば藤原の道長と同じ藤原北家に属しますが、道長たちとは異なり主流から外れているため、僕たちが想像するような優雅な貴族の生活とは程遠い生活だったのです。その要因は当時の政治システムにありました。そこで簡単に当時の政治システムについて解説しておきましょう。当時の朝廷内の地位は位階と呼ばれる個人のランクによって決まっていました。位階は一番上の小1位から諸所位の下まで全部で30段階あります。第1話時点で道長の父兼家は上から5番目の小3位であるのに対し、為時は当時6位くらいだったと考えられます。大きな差があるのがわかりますね。さらに兼家のように3位以上の位階を持っていると、その子や孫はある程度上位の位階が成人時に与えられるのです。例えば兼家の子藤原の道長は成人すると15位の下の位階が与えられ、初めから為時よりも立場が上になります。そしてこの位階と呼ばれるランクによって役職が決まりますが、位階が下がれば下がるほど人数が多いため役職に就けない人も出てくるのです。当時の為時がまさにそのタイプでした。ドラマでも描かれたように、上級貴族に取り入ることができなければ何年も無職のような状態が続く、とんでもない格差社会だったのです。どうも実際の為時もドラマのようにあまり上級貴族に取り入るのがうまくなく、出世には苦労していました。だいぶ先の話になりますが、1010年に藤原の道長邸の宴会を早退し、道長に非難されたことが紫式部日記に記されています。為時は社交の場が得意ではなく、学者肌の人物だったようです。次に藤原の為時の友人として描かれた藤原の信孝とはどのような人物だったのか、簡単に紹介しましょう。この男こそ紫式部が生涯で唯一結婚した人物です。藤原の信孝は紫式部のはとこにあたりますが、紫式部の同年代の息子がおり、年齢は20歳ほど年長だったと考えられます。紫式部の父為時とは元同僚であり、光る君への時代考証倉本和弘氏によれば、為時と信孝は顔なじみであり好意にしていたはずであるといい、ドラマのような友人関係だったのかもしれませんね。信孝はよく言えば明るく活発な人物、悪く言えばいい加減な人物と言えそうです。鴨祭りでは馬引き役を務めずに後日朝廷から呼び出しを下ったり、ある人物の家来を罵ったために役職を解任させられそうになったりしています。ただこの時は天皇の娘の世話役の女性たちから慰めの歌を贈られるなど、非常にモテた男だったようです。鴨祭りではしばしば舞を披露していますが、藤原の後世から甚だ絶妙であると評価されていますし、和歌も得意でした。
問題行動を起こしながらもこうした雅な一面も持っていたので、当時の女性が夢中になるのも無理はないのかもしれません。実際紫式部と結婚時にすでに3人の妻がいて、紫式部にアプローチしている時に別の女性にも声をかけていました。まさに先ほど紹介した紫式部の父為時とは対極にいた男と言えそうです。まだまだ先の話になりそうですが、このモテ親父の信孝とどちらかというと引っ込み思案な紫式部がどのように結ばれるのかも楽しみですね。これから光る君へでは道長の父兼家の権力闘争が描かれることになると思いますが、ドラマでもその前提に触れられていたので補足解説をしたいと思います。実は藤原の道長の時代まで藤原氏といっても権力争いを制さなければ政権を担当することはできませんでした。仮に政権を担当していたとしても自分の子供に政権を世襲することはできなかったのです。その一例として今回登場した道長の父藤原の兼家と兼家のライバル藤原の頼忠の関係を見ていきましょう。藤原の頼忠は藤原の兼家のいとこで、藤原の頼忠の父実頼は道長が生まれた頃関白になっていた人物です。関白とは簡単に言えば天皇を補佐する地位となります。ちなみに関白とセットでよく出てくる摂政は、天皇が幼い場合に天皇の権限を代行する地位です。さて藤原の兼家には2人の兄がいました。藤原の小手忠と藤原の兼道です。関白だった実頼が死去すると、時の天皇円融天皇の母が小手忠の妹だったことから、小手忠が天皇の権限を代行する摂政となり政権を握ります。このように当時は政権を握るためには天皇との血縁関係が非常に重要でした。姉妹や自分の娘が天皇の母であれば政権を握る可能性が高くなるのです。小手忠が政権を握っている頃、小手忠と弟の兼道は対立していました。小手忠は弟の兼家と協力し、兼道はいとこの頼忠と協力します。そのため小手忠が摂政だった時は兼家は兄の兼道よりも出世していました。兼道からすれば弟に先を越されるわけですから面白くありません。ところが972年に小手忠が死去すると状況は一変。今度は兼道が関白となり、頼忠と協力して政権を運営するのです。兼家の出世が止まってしまいます。しかし今度は兼道が病に倒れました。死を悟った兼道は兼家が勢力を伸ばすことを恐れ、いとこの藤原の頼忠を関白にし、兼家には降格人事を突きつけて死去します。こうした背景があり、藤原の頼忠が関白となっており、道長の父兼家は頼忠に対抗心を持っていたわけです。先ほども紹介したように、自分の姉や妹、そして娘が天皇の母親となれば政権を握ることができます。そのため頼忠は娘の純子信子を、兼家も娘の戦士明子をそれぞれ円融天皇に嫁がせたのです。先に王子を産んだ娘の父親が将来政権を担当しそうだということがわかりますね。なお藤原の道長の家族については、光る君へ序章主要人物全員紹介で紹介していますので、お時間のある方やその後の展開が気になる方は合わせてご覧いただければと思います。光る君へでは貧乏生活を続けていた紫式部の父為時は、兼家から官職を与えられなかった代わりに元定親王の官分の指南役となり、元定親王の様子を兼家に知らせる役割を仰せつかりました。このあたりの経緯は実態と少し異なるので解説したいと思います。まず為時が官分の指南役を務めた元定親王についてです。元定親王は円融天皇の前の天皇である霊成天皇の第一王子で、円融天皇が即位すると東宮となりました。東宮とは次の天皇のことです。もともと次の天皇のことは皇太子と呼ばれており、皇太子の住む場所を東宮と呼んでいましたが、転じて皇太子のことを東宮と呼ぶようになりました。元定親王の母は先ほど紹介した藤原の兼家の兄小手忠の娘海氏です。しかし海氏は975年元定親王が数え年8歳の時に死去し、
元定親王の祖父で甲斐氏の父小手忠も982年に死んでしまったため、後ろ盾となる人物が全くいない状態でした。これが984年に崋山天皇として即位するものの、わずか2年で退位し、平安時代の天皇の中で最も在位期間が短い天皇となった原因といえます。ちなみに平安時代個性的すぎる天皇でも紹介した通り、崋山天皇はエピソード満載な天皇ですが、その真偽も含めて後日解説する予定です。977年、元定親王が数え年10歳の時に読書始めが行われます。読書始めとは、皇族や貴族が初めて書物を読む儀式です。この儀式において藤原のため時は講師の補佐役を務めました。これがドラマでは漢文の指南役として描かれたのですね。ドラマでは兼家の要請で漢文の指南役となっていましたが、当時の記録を見る限り兼家とため時のつながりを示すものはありません。光る君への時代考証倉本和弘氏によれば、ため時が元定親王とつながりを持つことができたのは兼家ではなく藤原の義親との関係ではないかと指摘しています。藤原の義親は藤原の小手忠の五男で、元定親王の母甲斐氏の弟にあたります。当時の記録によると容姿端麗で都では評判の男でした。第3章でも紹介した通り、自分の姉妹が産んだ子が天皇になれば実権を握れると解説しましたが、義親も妹の子である崋山天皇が即位すると実力者の一人となります。実は為時の妻ドラマ名チアハのいとこが義親の妻の一人だったといい、そのコネで為時は元定親王にお近づきになることができたのです。元定親王が崋山天皇として即位すると、道長の父兼家、関白の藤原の頼忠、そして藤原の義親の三つどもえの権力闘争となりますが、紫式部の父為時は藤原の義親に近い存在だったと考えられます。為時と兼家の関係は創作となりますが、この後どのような展開になるのか全く読めないので、展開を予想しながら見るのも楽しいかもしれませんね。最後は第1話で最も衝撃的だった紫式部の母ドラマ名千代の殺害について解説しましょう。ドラマでは藤原の道長の兄道兼が紫式部の母を殺害しましたが、この話もドラマの創作です。ではなぜ殺害という形で描かれたのか少し深掘りしたいと思います。まず簡単に紫式部の母について紹介しましょう。紫式部の母は藤原のため信の娘です。夫のため時と同じく先祖をたどれば道長と同じ藤原北家に属しますが、やはり主流からは外れており、中華級貴族でした。紫式部の母方のひいおじいさんにあたる藤原の文則は、ため時と同じく漢文や歴史を学んだ学者だったといい、紫式部には母方にも文才の血が流れていたのです。ちなみに文則は996年に88歳で死去するという、当時としてはものすごい大往生を遂げています。さて紫式部の母親は弟の信則を出産した後しばらくして亡くなりました。死因は不明ですが、おそらく病死でしょう。ところで紫式部は源氏物語の他に紫式部日記を書いています。この日記は紫式部が仕えた藤原の道長の娘中宮少子が一条天皇の子を出産する頃から書き始めたものです。この紫式部日記には幼い頃を思い起こしたエピソードがいくつもあり、有名なものとしては、弟の藤原の信則より早く漢文を暗唱できた紫式部を見て、父為時がこの子が男だったらと嘆いたものがありますよね。このように幼い頃の記録も書かれているにもかかわらず、母親に関することは紫式部日記に一切書かれていません。紫式部が物心つく前に母親が亡くなったため、母親の記述がないと考えるのが妥当ですが、何らかのトラウマがあり、あえて触れなかったと見ることもできます。そのように考えると、千葉の殺害は紫式部日記で一切触れていないという事実を逆手に取った創作だったのかもしれませんね。ちなみに藤原の道長の兄藤原の道兼は、この時代を扱った歴史物語の大鏡では非常に冷酷で人々から恐れられているという散々な評価をされています。もちろん大鏡は後世に書かれた歴史物語なので、実情とは異なる可能性が高いですが、
今回の道金のキャラクターは大鏡で記述されている道金像に近いのかもしれません。将来藤原の道金と藤原の道長兄弟はライバル関係となりますが、今回描かれた教授がドラマでどのようにつながっていくのか注目したいと思います。いかがだったでしょうか。今後も最新研究の成果から大河ドラマをより深く掘り下げていきたいと思いますので、感想コメントや高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回の参考文献は動画の概要欄に掲載しています。より深く学びたい方はチェックしてみてください。日本サロンでは毎週火曜日21時からライブ配信も行っています。今週の光る君への感想を皆さんと共有したり、今回の動画ではできなかった追加解説もありますので、お時間のある方はぜひお気軽に遊びに来てくださいね。お待ちしています。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。